今回もまたやっていきましょうか。事故防止。その通りよ。今日もまた防止のためにみんなで勉強していきましょう。今日はなんだ。今日はこちらです。ブラックゼウスホロサンプル。来たな。またサンプル版が来ましたね。そしてこれもまた B さんのコレクションでございます。また操つのか。操つのです。操つはどれだけの偽物を持ってるのだ。もしかすると世界一持ってるかもしれない。ひょっとすると将来的にはロッチモノと同じくこの人の偽物は価値が出てくるかもしれない。マジか。わからないけど、とりあえずこちらの商品、このシールはそもそも存在するのかというのを考えていきますか。サンプル版なのでもちろん市場に出回ったものではないので、私が調べた限りでは全く確認が取れませんでした。そうなのか。ただデザインを見る限り2018年のビックリマンの日にやったキャンペーンのシールみたいなのよね。これね。つまりこのシールがサンプル版だとするのであれば、このキャンペーンのシールのサンプル版ということになるんじゃないのかな。その可能性が高いと。なるほど。でもどれだけ探してもこのキャンペーンシールのサンプル版はどこにも見つからなかったね。となると結局どうなるのだ。まあ B さんの出品物だから偽物でほぼ決まりだと思うんだけど、偽物だとするとこれは一体何なのかという話になる。何なのだ。ロッチみたいな企業が作った偽物ではないとは思う。この当時には偽物作るような会社はなくなっていたと思うし。ということは自作の可能性が高いと思うね。ただこの自作は作家さんが作ったものなのかどうかがちょっとわからない。わからないのか。わからない。ただあくまで私の感覚的な話だけど、ちょっとシールが雑な感じがするのよ。作家さんのはもう少し丁寧な作りをしてると思うのよ。そうなのか。要するにこれは B さんが作ったような気がするのよね。あやつの自作か。前々からいろいろと話はあったけど、彼が作ったものではないかなと思う。そもそも張り替え品だって口で言うのは簡単だけど、ずれなく貼るのも大変だからね。そういう工作道具類はあると考えるべきだと思うし、それがあるのなら自作のシールを作るのも難しいことではないんじゃないの。まあおやつならやりかねないな。ここまで言って作家さんが作っていたら申し訳ないけどね。そうだな。とにかく何かこのシールについて情報がある方はぜひ教えてください。教えてやってくれ。まあ毎回言ってるけど、とりあえずサンプル版には手を出さないことやめた方がいい。特に初心者は。それが無難だな。